なたは明治時代から大正時代の上流階級がどんな言葉遣いで会話をしていたかご存知ですか？近代日本で身分が高い人といえば皇族や華族ですよね。皇族は日本に代々続く天の受けで、華族は明治時代に新しくできた華族制度によって生まれた特権階級です。今の日本には身分制度が存在していないものの、近代日本には今とは違う社会構造があったのです。そんな皇族や華族と聞くと上品で華やかな世界が思い浮かびますよね。では当時の皇族や華族といった人々はどんな言葉遣いで会話していたのでしょうか？明治時代の上流階級ならではの言葉遣いの特徴とは。こんにちは、女学生 VTuber の春日陽です。今回は明治大正時代の上流階級、華族、皇族の使っていた言葉遣いについて解説します。それでは早速どんな言葉遣いだったのか見ていきましょう。常に敬語を使う。まず華族の言葉遣いの特徴から見ていきましょう。最初に紹介するのは常に敬語を使うという点です。華族は日本における特権階級ではありますが、一方で国民の規範となることが求められていた存在でもありました。華族の職業は主に政府の要職で、陸海軍の軍人や貴族院議員、宮内省の役人など日本を牽引する役割がある職業についている人が多いのです。また要職についているわけではない妻や子供たちなども、華族としてふさわしい上品な言葉遣いと立ち居振る舞いを求められていました。つまり華族は大人も子供も一般庶民に比べて洗練された言葉遣いで話す必要があったんですね。そのため華族は幼い頃から親や家庭教師などに言葉遣いについて厳しくしつけられます。華族に対しても常に敬語で話すことが求められていたという話もあり、家庭内での話し方やマナーについても厳しく指導されたという家庭が多かったようです。さらにある華族の家庭では敬語を使うだけでなく、きれいに水黒いした状態でなければ家族の前に出ることも許されなかったという話もあります。一般家庭であれば寝起きの状態で家族の前に現れても叱られることはほとんどありません。家族の人々の家族関係は一般の家庭に比べて格式高い感じがしますね。家族は学校や仕事に行っても家に帰ってきても家族として振る舞わなければならなかったのです。便利な言葉、恐れ入ります。次に紹介するのは上流階級がよく使っていた言葉についてです。家族の人々は日常的に丁寧な言葉遣いをすることを心がけていましたが、何度も会話を交わすうちに敬語も上品な言葉遣いも板についてきますよね。ある家族の昭和史によると、そんな家族の間でよく使われた言葉があるといいます。それが恐れ入りますです。ある家族の昭和史では、この言葉は多種多様なシーンで広く使うことができたそうです。例えば、ありがとうございます、申し訳ございません、恐縮でございます、もったいないことで申しにくいのですがの置き換えとして使っていたといいます。こういう時なんて言えばいいんだろうと悩む時は、とりあえず恐れ入りますで解決できそうですね。また恐れ入りますという言葉は家族の家庭でも使われていたという情報もありました。自分のお父さんやお母さんにも恐れ入りますという丁寧な言葉を使っていたんですね。恐れ入りますは今ではビジネスシーンやご近所付き合いなどでしか使わない言葉ですが、近代の家族の間ではごく当たり前に飛び交う言葉だったのです。テオダは言葉は実は下品だった。次に紹介するのはテオダは言葉についてです。テオダは言葉は明治時代から大正時代の女学生の間で流行していた言葉としてかなり有名ですよね。よろしくてよ、嫌だわといった独特な言葉遣いは現在ではお嬢様言葉の一つとして認識されていることが多いです。漫画やアニメ、ドラマなどのフィクションでもお嬢様キャラがよくこの口調を使っていますよね。実際にこの言葉遣いは明治時代に女子学習院など東京のお嬢様学校で流行していたといいます。しかしテオダは言葉が生まれた明治時代にはこの言葉は下品な言葉とされていたのをご存知でしょうか？実はテオダは言葉は文学者や知識人などから良妻賢母の言葉遣いとしてふさわしくないと批判されていたのです。例えば作家の尾崎紅葉はテオダは言葉について
異様なる言葉遣いとしていますし、文学作品では不良な女学生の口調として表現されていたようです。家族の家庭ではもしそんな下品な言葉を娘が使っていると知ったら黙っていられませんよね。そのため家族の娘はテオダは言葉について使ってはいけないと家庭で指導されることもあったといいます。ではなぜテオダは言葉はここまで批判されてしまったのでしょうか。もちろん従来と異なる乱れた言葉遣いだからという理由もあるかもしれませんが、テオダは言葉の起源にも理由があるかもしれません。テオダは言葉の起源としてよく知られているのが、江戸時代の遊郭で使われていた異遊女言葉や宮中の女官が使っていた女房言葉です。つまりテオダは言葉の起源は身分が低い女性の言葉遣いだったんですね。これらの言葉遣いを女学生が取り入れて使い始めたことで、大人の人たちに家族にふさわしくない言葉遣いはやめなさいと言われるようになってしまったのです。また女学生の間で流行した言葉遣いはもう一つあります。それが書生言葉です。書生言葉とは明治時代前期に旧制高校や旧制大学の生徒が使用していた流行り言葉です。一人称に僕、二人称に君を使い、下前や失敬などの言葉を使うのが特徴です。他にもすべしなどの言葉遣いが旧制高校生の間で流行しました。ちょっと高圧的な物言いが特徴的な書生言葉は、当時の男子学生たちの間で教養あるエリートであることをアピールするために使われていたのです。しかしこれを女学生が使うとなると大問題です。なぜなら当時は男は男らしく女は女らしくというジェンダーの理念が濃かった時代だからです。そのため女が男の言葉を使うなんてけしからんと批判されてしまい、書生言葉を使う女学生は悪い女学生というイメージがついてしまったのです。今も女の子が自分をわざと僕、俺などと呼んだりすることがありますが、当時もそういう風潮があったことに驚きですね。外来語は上流階級のステータス。次に当時の上流階級がよく使っていた外国語について紹介します。今の社会では外国語やカタカナ語など横文字を使った言葉をよく使いますよね。例えばサブスクやスマホ、ストレス、アルバイトなど、現代人は英語やカタカナ語をごく自然に使って会話をしています。しかし昔は日本に英語やカタカナ語の概念はあまりありませんでした。明治時代に英語やドイツ語など外国語が日本に流入し、教養ある上流階級の間で英語とドイツ語が浸透していきました。なぜ英語やドイツ語なのかというと、旧制高校では英語かドイツ語を学ぶことがほとんどだったからです。明治時代当時、旧制高校や女学校に通うことができる人はほんの一握りのお金持ちだけが英語やドイツ語を学習することができたんですね。そのため学校などで外国語を学んだ経験のある紳士や淑女たちが日常会話でも横文字を使い始めました。それが徐々に広まり、大正時代には外国語やカタカナ語が幅広く使われるようになりました。特に外国語を習ったばかりの旧制高校生や女学生は外国語を積極的に使っていたようです。中には学習したての外国語をもじって作られた学生ならではの隠語もありました。例えば女学生の間ではトゥエルブという言葉が使われていました。トゥエルブは英語で12という意味を持つ言葉ですね。この言葉は女学生の間ではおやつしという意味で使われていたといいます。このやつしをやつしと解釈して8プラス4で12、つまり12というわけですね。ところでやつしがどういう意味かわからない人も多いのではないでしょうか。やつすとは地味な姿になる、みすぼらしい姿になるという意味の言葉なのだそうです。また大阪の方言ではおしゃれをすることを指す言葉でもあります。12は一体どちらの意味で使われていたのでしょうか。また女学生の間ではイングも流行しました。例えば私はおやつを食べイングよという感じで英語と日本語を混ぜる形で使われていたそうです。一方で男子学生の間ではストライキという言葉が流行りました。また恋人をビーベと表現したり、若い女性をメッチェンと表現したりとドイツ語を積極的に使用していたようです。このあたりは明治時代から大正時代の小説でよく登場する言い回しですよね。また英語とドイツ語を組み合わせた言葉もあります。それがゲルピンです。この言葉はゲルトがピンチ、
つまりお金がないことを指す言葉なんだそうです。悪いけどあいにくゲルピンでねという感じで使うのでしょうか。当時のエリートならではの言い回しって面白いですね。学習院の家族言葉。次に紹介するのは、家族の学校として有名な学習院で使われていた言葉について紹介します。テオダワ言葉は女学生が使う下品な言葉として批判されていましたが、それ以外にも学校で当たり前に使われていた言葉がありました。それが家族言葉、学習院言葉、女子部言葉と呼ばれる言葉です。まず学習院では、日々の挨拶はごきげんようが基本です。学習院ではおはようございますも、こんにちはも、さようならも、すべてごきげんようなんだそうです。ザ・お嬢様って感じですね。ごきげんようの文化は後見女学校から始まったと言われていて、今も学習院をはじめとした学校ではごきげんようを使用するとも言われています。他にもおつむがよろしい、ごめん遊ばせなどが学習院で使われていた家族言葉として知られています。家族の日常言語、山手言葉。次に紹介するのは山手言葉についてです。山手言葉は明治時代から大正時代の上流階級が使っていた言葉として有名な言葉です。江戸時代の上流階級である武家が使っていた言葉が発祥とされる言葉で、明治時代に京言葉や黒話言葉がミックスされて誕生しました。例えば上流階級の言葉遣いとして有名なザ・マス言葉も山手言葉のことで、先ほど紹介したごきげんよう、遊ばせなども山手言葉に含まれています。アニメドラえもんに出てくるスネ夫のお母さんは山手言葉の使い手だったんですね。江戸の言葉が発祥となるお嬢様言葉は他にもたくさんあります。例えばくだすった、しちまう、しちゃーなど少しなまった言葉も当時のお嬢様が普通に使っていた言葉でした。それぞれくださった、してしまう、してはという意味ですね。お嬢様なのにちょっと上品さに欠ける印象を受けますが、これらはすべて東京の方言だったのです。当時の小説でも上流階級の紳士や奥さん、お嬢様などがこの言葉遣いで話しているため、明治時代は東京の方言が上流階級でよく使われていたことがわかります。あなたは上流階級の言葉だった。次に紹介するのは今とはイメージが異なる言葉についてです。今では普通に使われている言葉でも、当時は上流階級で使われていた言葉だったケースもあるのです。それがあなたという言葉です。この言葉は主に妻が夫を呼ぶときに使いますよね。今ではごく当たり前に使われている言葉ですが、実は明治時代の日本では上流階級で使うイメージが強かったそうです。そんなあなたという言葉の起源は江戸時代に遡ります。江戸時代の武家で夫が妻を、お前妻が夫をあなたと呼び始めたのがあなたの始まりです。あなたは離れた場所を示す言葉で、武家では夫婦で別行動を取る機会が多かったため、離れたところにいる夫をあなたと呼ぶようになったのです。あなた呼びは江戸時代中期になると庶民の間でも家を空けがちな夫に対して揶揄する意味で使っていたそうです。そして明治時代には主に上流階級の家庭で使われるようになりました。貴様は軍用語だった。次に貴様という呼び方について紹介します。貴様という呼び方は今ではアニメの敵役などが使うイメージが強いですよね。主に敵対する相手に対して使われることが多く、日常で使われる場面はほとんどありません。もし日常生活で誰かに貴様なんて呼ばれたらびっくりしますよね。しかし明治時代では普通に使われていた言葉だったんです。貴様は主に明治時代の旧日本海軍における士官同士の呼び方として流行したといいます。相手を親しげに呼ぶ意図があったとのことですので、対等な相手に対して使われていたと思われます。当時軍に入れたのは一部のエリートのみだったので、貴様という呼び方もまた上流階級限定の言葉と言えそうですね。ちなみにお前も今は気心知れた仲か目下の相手に対して使う言葉ですが、江戸時代初期までは相手を尊敬する意味で使われていたそうです。先ほど妻が夫をあなたと呼んでいたという話をしましたが、これに対して夫はお前と呼ぶのが一般的でした。お前の語源は最高敬語の御前様です。またはお前と書き、昔は神仏や鬼神に対して敬いを表すために使われていたんだそうです。明治時代になって
自分と同等の相手を呼ぶときにお前と使うようになり、今に至ります。現代でお前というと少し存在な印象を抱きますが、江戸時代までは丁寧な言葉だったんですね。天皇は文語体で話す。次に紹介するのは天皇の言葉遣いについてです。大正時代までの天皇は職務にあたる際などは文語体で話すのが基本でした。文語体というのは文章を書くときに使ういわゆる書き言葉のことです。皇室の公式な文書は全て文語体で書かれていますが、大正時代までは話し言葉も文語体だったのです。有名な文語体の文章といえば昭和45年の玉音放送ですよね。昭和天皇の玉音放送が多くの国民に意味が伝わらなかったのは、詔書が文語体と漢語で書かれていたかとも言われている通り、文語体は一般人には伝わりにくい言葉でした。そのため昭和天皇は一般の人に伝わる言葉遣いで話せるように口語体の表現を勉強していたそうです。また皇室では昔から御所言葉という言葉が使われていたといいます。これは朝廷貴族や宮中院に使える女官などが使っていた独特の言葉で、天皇などの皇族も使っていたそうです。御所言葉は女房言葉とも言います。例えばお母さんはお母さん、お父さんは相撲さんなど一般には使われない言葉遣いが有名です。他にもおむすび、おでん、お冷やなど普段私たちが使う言葉の中にも御所言葉が起源となる言葉はたくさんあります。文語体に御所言葉、皇室では一般と異なる言葉がたくさん使われていたんですね。ちなみに明治天皇は日常ではコテコテの京都弁で話していたという話が有名です。明治天皇は15歳まで京都で過ごしていたため、日常生活では京都弁を話していたそうです。天皇に使う最高敬語とは、最後に最高敬語について紹介します。明治時代以降の日本では天皇や皇族に対して最高敬語という敬語を用いるのが基本でした。最高敬語は二重敬語とも呼ばれ、ウィキペディアには日本語における最上級の尊敬表現と紹介されています。例えば荒らせられる、遊ばされる、虐待、行幸などが最高敬語として有名です。玉音放送の玉音も最高敬語です。他にも陛下や殿下、御学友なども最高敬語ですが、これらの言葉は耳にする機会が多いですよね。そう、天皇や皇族に対して最高敬語を使うのは現在も同じなんです。ただし戦後には最高敬語が少し廃れたため、今では普通の敬語が使用される場面も多く存在します。ちなみに帝国憲法下で皇族の御学友になることができたのは家族だけだったそうです。最高敬語は天皇に接する機会が多い家族にとっては使う機会が多かった言葉なのではないでしょうか。完璧な敬語を話すのってなかなか難しいことなので、当時に最上級の尊敬を込めた最高敬語を適切に使うことができていた人は教養がある人と言えそうですね。さて今回は以上です。いかがでしたか。明治時代から大正時代の上流階級は普段からとても丁寧な言葉を使って会話をしていたんですね。たとえ家族間であってもきっちりとした言葉遣いが求められていたという部分に、華やかなだけではない家族のリアルを垣間見た気がします。今でも家族出身の方などの中には当時の丁寧な言葉遣いが身についている方も多いのではないでしょうか。また当時のエリート学生や女学生の間では独特な言葉遣いが流行し、それが若者言葉として知られるようになりました。今も日々たくさんの若者言葉が作られて流行していますが、当時も同じように若者文化が形成されていたんですね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。